演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら、こちらファミリーマートお母さんショップにしっかりと味がしみたセコイモを食べたいと思います。あ、里芋の煮物っていうのもポピュラーですよね。逆に里芋って煮物以外であんまり食べないような気もしますが、自分が知らないだけかな。昔は苦手だったんだよね、里芋。今はどうなのかな。いただきます。里芋なのでジャガイモやサツマイモと比べると中への浸透は弱めですが、それでも甘辛い醤油風味のさっぱりとした煮汁がうまく入って絡んでいるとっても美味しかったです。あとはもうちょっと大きくても良かったかもしれませんね。いや、大きすぎるのは粘すぎて食べにくいかな。まあこのぐらいがいいのかもしれませんが、というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただきましょう。エンブパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。